そっちゃってエビ始まるよ。みなさんこんにちは、まそちゃ TV へようこそ。今日はワードで町内会のどんど焼き開催のお知らせ文を作ります。入力と書式設定の練習を行います。書式設定はあまり難しいことはありませんので、ワードに慣れていない方も一緒に練習していきましょう。それでは参りましょう。準備としてレイアウトタブをクリックします。サイズは A4、 印刷の向きは縦、余白は一番下のユーザー設定の余白をクリックします。ページ設定ダイアログが表示されました。余白に入力されている数字はすべて消していただいて、上は25、下も25、左は20、右も20と入力します。続いて文字数と行数タブをクリックします。中ほどの行数のところ、こちらは入力されている数字は消していただいて、行数30と入力します。続いて右下のフォントの設定ボタンをクリックします。フォントダイアログに変わりました。この中のサイズ、今 10.5 と表示されていますが、こちらは消していただいて11と入力します。サイズ11になりましたら OK ボタンをクリックします。ページ設定ダイアログに戻りました。こちらも OK ボタンを押して画面を閉じましょう。続いて表示タブをクリックします。表示グループの中のルーラー、こちらにチェックが入っていますでしょうか。もしチェックが入っていなければクリックしてチェックを入れてください。用紙の上の方にこのように数字が表示されるかと思います。今日はこちらを使っていきます。続いてホームタブをクリックします。用紙のどこかクリックして、用紙の左上でカーソルがチカチカしていることを確認しましょう。続いて入力モードは日本語にしていきます。入力モードがアになっていなければ、キーボードの半角全角キーを1回押してアにしておきましょう。これで準備ができました。では早速入力をしていきます。画面では分かりやすいように表示倍率を拡大しています。動画をご覧の皆様はそのままで構いません。では早速入力していきます。入力の方法は、声に出してキリのいいところまで入力してスペースキーで変換してエンターキーで確定、こちらを繰り返していきます。入力が慣れている方はある程度長く入力して変換していただいて構いません。入力が慣れていない方は小刻みにやっていきましょう。例はスペースキーで変換してエンターキーで確定します。何年のところはスペースキーを押して一文字開けておきましょう。年、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。1月9日、1月、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。9日は9日と入れましょう。スペースキーで変換してエンターキーで確定します。エンターキーを押して開業します。次に町内会の皆様へ、町内会の皆様へ、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。できましたらエンターキーを押して開業します。次はほのぼの町内会長森の熊吉と入力します。ほのぼの町内会長、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。スペースキーで一文字開けます。森の、画面のような森のになりましたらエンターキーで確定します。熊吉、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。できま
ましたらエンターキーを押します。もう一つエンターキーを押して1行開けます。次にタイトルを入力します。どんど焼き開催のご案内と入力します。どんど焼き開催のご案内、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。できましたらエンターキーを押します。もう一つエンターキーを押して1行開けます。どんど焼きのどの文字の下に赤い波線が入っていますが、気にせずに進めていきましょう。新春の好天、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。参院の皆様におかれましては天、ますますご清聴のことと、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。お喜び申し上げます、丸、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。できましたらエンターキーを押します。日頃は点、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。町内会の活動に、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。多大なる、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。ご理解とご協力を賜り、点、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。熱くお礼申し上げます、丸、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。ここまで入力できましたらエンターキーで開業します。さて、今年も夏季日程で、どんど焼きを開催します、丸、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。当日は天、和太鼓演奏や、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。眉玉作りなどの スペースキーで変換してエンターキーで確定します。イベントや、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。自治会、自治会は自治と入力します。自治ではなく自治と入力します。自治会テントで、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。豚汁テン、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。甘酒も振る舞います、丸、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。エンターキーで確定します。持ち寄ったお正月飾りや、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。お札などを積み上げ、盛大に焼いて、点、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。その炎を見ながら、炎は炎を、炎ではなく炎をと入力します。炎を見ながら、今年一年の健康や安全、
点、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。五穀豊穣を祈願しましょう。丸、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。できましたらエンターキーを押します。もう一つエンターキーを押します。ここまでよろしいでしょうか。続いて気書きを入力していきます。きと入力してスペースキーを押して画面のような印という字に変換していきます。できましたら一度エンターキーを押します。このままもう一度エンターキーを押します。そうしますとオートフォーマットの機能が働いて、きという文字は中央に配置されて、一つカーソルが動きます。改行が入りました。その下に自動的に以上と入力がされます。きと以上の間に気書きを入力していきます。ではこちらに入力しましょう。日にち、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。スペースキーで一文字開けていきます。令和、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。こちらも何年というところはスペースキーで一つ開けておきましょう。年、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。2月4日、4日は4日と入力しましょう。続いて曜日を入れます。括弧書きをしていきます。シフトキーを押しながらキーボードの8を入力してエンターキー。こちらの曜日は土曜日にしましょう。土曜日の土と入力してスペースキーで変換してエンターキーで確定します。文字括弧をしていきます。シフトキーを押しながら Q を押します。できましたらエンターキーを押します。ここまでできましたらエンターキーを押します。時間、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。スペースキーを押して一つ開けます。13時、13時から、からはからと入力してスペースキーを押していきますと、画面のような記号のからが表示されます。いきましたらエンターキーを押して、この後もう一つスペースキーで一文字開けていきましょう。こちらには眉玉作りと入力します。スペースキーで変換してエンターキーで確定します。いきましたらエンターキーを押します。次に17時30分と入力してスペースキーで一文字開けます。火入れの儀、火入れというのはどんどん焼きの火をつける点火をするということです。火入れの儀、できましたらエンターキーを押します。さらにエンターキーを押して開業します。次に場所、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。スペースキーで一文字開けます。日だまり、第一小学校、校庭。ここまでできましたら気書きは以上になります。続いて尾行も入力していきます。エンターキーを押します。もう一つエンターキーを押します。眉玉作りの参加希望者は別紙申し込み書に記入の上、点、スペースキーで変換してエンターキーで確定します。1月29日、括弧書きをします。シフトキーを押して8を入力します。今度は日曜日の日にします。日、スペースキーで変換して
画面のような日曜日の日にしていきます。できましたらエンターキーで確定します。次に閉じ括弧をしていきます。シフトキーを押しながら Q を押していきます。までに各班班長へスペースキーで変換してエンターキーで確定します。提出してください丸スペースキーで変換してエンターキーで確定します。ここまでできましたらさらにエンターキーを押して開業します。駐車場は点だまり公民館を用意してください丸スペースキーで変換してエンターキーで確定します。ここまで入力できましたでしょうか。では次に以上のところの以と上の間をスペースキーで2つほど開けていきます。これは定裁ですので開けなくてはいけないわけではありません。では以と上の間をクリックしてカーソルをチカチカさせます。できましたらスペースキーを2つほど入れていきましょう。後半戦いくよ。ここまで入力ができましたら書式設定を行います。では行1日付のところこちらを選んでいきましょう。行1のどこでも構いません。カーソルをチカチカさせましたらホームタブより段落グループの右揃えをクリックします。日付が右に揃いました。次にほのぼの町内会長森の熊吉こちらも右揃えにしていきます。行3ほのぼの町内会長の行どこでも構いません。クリックしてカーソルをチカチカさせます。ホームタブより段落グループの右揃えをクリックします。町内会長さんのお名前が右に揃いました。次にタイトル行行5ですね、どんど焼き開催のご案内こちらの設定をしていきます。どんど焼き開催のご案内のどこかでクリックしてカーソルをチカチカさせましたらそのままマウスを左に持っていきます。マウスの形がこのように白い右向きの矢印に変わりましたらクリックします。行5が選択されました。この状態でサイズを11から18に変えていきます。さらに選択は解除せずに閉じをクリックします。そのまま下線アンダーバーですね、こちらの U というところをクリックします。下線が入りました。まだ選択は解除せずにこの状態で段落グループより中央揃えをクリックします。タイトルが真ん中に配置されました。できましたら一度何もないところでクリックして選択を解除します。次に新春の候から祈願しましょう。ここまでを選択してフォントのサイズを変えていきます。新春の候行7のすぐ左のところからずっとマウスを左に寄せていきます。マウスの形がこのような白い右向きの矢印に変わりましたらマウスの左ボタンを押したままゆっくりと真下に下げていきます。マウスは途中で離さないように頑張っていただいて祈願しましょうの行まで来ましたらマウスを離します。マウスが途中で離れてしまった場合はもう一度最初からやり直します。画面のようになりましたらフォントのサイズは11から12に変えます。も
文字のサイズが少し大きくなりました。では何もないところでクリックして選択を解除します。次に日にちから場所、こちらの行気書きのところですね、こちらももう少し文字を大きくしていきます。では行15日にちの行のところの左にマウスを持っていきます。マウスの形がこのように白い右向きの矢印に変わりましたら、マウスの左ボタンを押したまま真下へ下げてドラッグしていきます。場所の行まで選択します。できましたらマウスを離します。フォントのサイズを16にしていきます。できましたら何もないところでクリックして選択を解除します。日にちから場所までの文字がとても大きくなりました。続いて日にち、時間、場所、こちらの設定をしていきます。今日15の日にちの日にちという3文字だけを選択します。ドラッグして選択しましたら、ホームタブより太字をクリックします。少し文字が太くなりました。行きましたら何もないところでクリックして選択を解除します。続いて時間の2文字もドラッグして選択します。同じように太字にしていきます。行きましたら何もないところでクリックして解除します。同じように場所もドラッグして場所の2文字を選択していただいて、太字を設定していきます。行きましたら何もないところでクリックして選択を解除します。続いて時間の字と間の間をスペースで一文字空けていきます。字と間の間をクリックしてカーソルがこのようにチカチカしましたら、スペースキーを一つ入れます。次に場所の場と所の間もクリックしてカーソルがチカチカしましたら、スペースキーで一文字空けていきます。ここまでできましたら、今度は日にちから場所までの行の書き出し位置を少しずらしていきます。行15から行18、ここまでを選択していきます。日にちの日の左の方にマウスを持っていき、マウスの形がこのように右向きの白い矢印に変わりましたら、マウスの左ボタンを押したまま真下へドラッグしていきます。画面のようになりましたらマウスを離します。日にちから場所までが選択された状態で、ホームタブより段落グループの中のインデントを増やす、こちらを押していきます。10回押していきます。一緒にやっていきましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 書き出し位置が10文字右にずれました。先ほど設定しましたルーラーのところで10のところにこのような記号が出ているかと思います。書き出し位置が変わりましたら、一度何もないところでクリックして選択を解除します。続いてこの17時30分、こちらの方もこの13時に合わせていきましょう。行17、17時30分の1のすぐ左をクリックしてカーソルをチカチカさせましたら、段落グループよりインデントを増やすを押していきます。6回押して16のところで揃いました。フォントの種類によっては16では揃わない時がありますので、上の行に合わせてこちらのインデントを増やすボタンを押してください。ここまでよろしいでしょうか。それでは次に尾行のところ、行20から行22までを選択します。
こちらには箇条書きをかけていきます。行20の左でマウスをこのように持っていきまして、マウスの形がこのように白い右向きの矢印になりましたら、マウスの左ボタンを押したまま真下に下げていきます。画面のようになりましたらマウスを離します。ホームタブより段落グループの箇条書きの下向きの矢印をクリックします。行頭文字ライブラリが表示されました。この中からお好きな箇条書きを選んでいただきますが、画面ではこちらの黒丸を選びます。マウスをポイントして選択したらクリックします。画面のように箇条書きが入りました。では何もないところでクリックして選択を解除しましょう。用紙全体が見えるように画面は縮小していきます。このようにできました。どんど焼きのどの下のところと、眉玉作りの眉の下に赤い波線が入っていますが、これはスペルチェックの機能が働いて入力に間違いがあるのではということで指摘してくれているのですが、今回入力は間違えていません。また印刷の時この赤い波線は表示されませんので気にしなくて大丈夫です。これで町内会のどんど焼き開催のお知らせ文が完成しました。エンディングだよ。皆さんお疲れ様でした。町内会のどんどん焼き開催のお知らせ文は上手にできましたでしょうか。今回は書式設定はあまり難しいことは行いませんでしたので、ワードに慣れていない方でもお知らせ文を作らなくてはいけないという時はこちらの文を参考に練習して作っていただければと思います。ところでどんど焼きですが、マソチャ TV の地域ではだいたい節分の前後ぐらいに行われることが多いのですが、地域によっては1月に行われるというところもあるようです。またどんど焼きという名前も地域によってはどんどん焼きなどの違う名前で呼ばれていることもあるようですね。皆様のお住まいの地域ではどのように呼ばれていますでしょうか。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。